下に行くと圧迫が取れる。ちょっとでいいです。今よりもちょっと5ミリこうやってしなるようになったら圧迫が取れて肩こりとか首の痛みが楽になるかもしれない。でもその5ミリっていうのは普段考えない5ミリなんですけど、その自分の感覚でちょっと5ミリでも行くようになったらすごいことになる。うん、感覚っていうのはそれぞれある。左に向くのがちょっと楽な人。まあ、逆の人は逆に差し付けるところがある。はい、やってもらったことないですけど、あれはもう、嬉しかったですよ。そうそう。はい。拒否っていうのがイメージなので、はい、なんかそうしないのでなんか意外な感じで、あ、そうです、はい、けど効果あるんだなっていうのは、はい、分かってよかったかなと思います。